こんにちは、本気のパソコン塾の三浦です。今回ですね、プログラムで簡単な文章を表示するというのをやってみようと思います。めちゃめちゃシンプルなものなんですけども、全てはここから始まっていきますので、ぜひ一緒にやってみてください。はい、ではやっていきます。今回はですね、こちらのクラウド9というツールを使っていきます。index.php というファイル作ってまして、ここにですね、PHP のコードっていうのをこの、仮括弧の、ハテナの PHP というのから始まりますので、これ書いて、で、一応閉じる方も今回書いていこうと思います。で、この中にですね、めちゃめちゃシンプル、エコーですね。Amazon エコーとかで最近よく名前聞くと思うんですけど、それを書きまして、これは全部あの半角の、半角で作ってあげてください。この空白とかも全角の空白ではなくて半角の空白で作ってあげて、この後に、O の後に半角空白入れて、ダブルクオーテーションですね、シフトキーを押しながら負の文字とかで打てるかなと思います。これを2個打ってあげて、で、この中にまあ、よく参考書とかだとハローワールドとか書かれてるかなと思いますんで、これを書いて、で、最後に必ずこれですね、セミコロン書いてあげて、保存してあげてくださいと。で、クラウド9の場合は、これクリックしてこのランっていうのを押すと、サーバーが起動しますんで、この状態で、プレビューのプレビューランニングアプリケーションで押すと、ここにその結果が表示される感じですね。出てきましたね。これめちゃめちゃなんかシンプルなんですけども、今思うとあのすごい感動的な、一瞬なんだなっていうのが分かるんですけど、多分まあ今から勉強される方はただ文字が出てきただけだなという感じがするかなと思いますが、ここからあの全てが始まっていきます。で、このエコーっていうので、ここに書いてある、ダブルクオーテーション内の、文字列っていうのを、このウェブ上の画面に表示するという、ものになります。で、もちろんここの中身をこんにちはとかに変えると、ここがこう変わるような感じですね。はい、このエコーっていうのはですね、今後複雑なプログラムとか作っていっても、めちゃめちゃいろんなところで使いますので、まあ、本当に一番よく使うぐらいのものなのかなと思います。はい、で、まあ、今回はちょっとすごい短い文章でしたが、こうやってちゃんと自分で書いたプログラムの中身が、この画面に表示されるっていうのを、ちょっと楽しんでいただければと思います。はい、今回めちゃめちゃ短かったんですが、この初めてのプログラムを書いて画面に表示してみようということをやってみました。また次回の動画も、見ていただければと思います。